この姿勢で、シャチの尾びれの裏側の下
この尾びれの幅は1メートル40センチくらいあります。この大きな尾びれを力強く動かすことによって、早く泳いだり、ジャンプをしたりすることができるんです。左側では、輪郭がずっと反転をしていますね。尾びれを自由に立ち、頑張れ。水中観覧エリアに今度はリングにやってきてまいりましょう。
はい、ありがとう。お願いいたします。この後も名古屋港水族